こんにちは、シュウキです。エクシーズ召喚主体のデッキではレベルを合わせることで特定のランクのエクシーズモンスターが出しやすくなります。中には素材にするモンスターや効果に条件があり、特定のデッキでしか活躍できないカードも存在しますが、逆にどのデッキでも活躍の余地がある汎用的なカードも存在します。そこでこのシリーズではランクごとの汎用性の高いエクシーズモンスターを紹介していきます。今回はランク1の汎用エクシーズモンスターについて解説します。この動画で紹介する内容はこちらです。ぜひ最後までご覧ください。ランク1汎用エクシーズモンスター。多くのデッキで使える汎用エクシーズモンスターを紹介します。エクシーズ素材に縛りがなく、効果も汎用的に使えるものをピックアップしています。ランク1エクシーズモンスターは層が薄く、他のランクに比べると強力なカードが少なくなっています。傾向として耐性持ちや反射ダメージを得意とするカードが多いです。ゴーストリック・デュラハン。フリーチェーンで相手モンスターの攻撃力を半分にします。相手の攻撃を止めたり突破に使えます。神羅の姫宮。ランク1エクシーズモンスターの中でもトップクラスの攻撃力を持ちます。ドローしたカードが魔法トラップなら手札に加え、モンスターなら墓地肥やしになります。デリカルルスキニア・アンサンブルーロビン。エクシーズ素材を取り除き、特殊召喚されたモンスターを手札に戻します。ターン1制限がないため、素材があれば複数回の妨害が可能です。デリカルルスキニア・アセンブリー・ナイチンゲール。エクシーズ素材の数だけ攻撃力が上がり、連続攻撃ができます。直接攻撃も可能なのでフィニッシャーになれます。耐性効果も優秀なので壁モンスターとしても活用できます。デリカルルスキニア・プロムスラッシュ。相手の魔法トラップをデッキバウンスできます。ランク1エクシーズでは貴重な除去効果です。また味方モンスターのステータスを上げる効果も持っています。ナンバーズ13ケインズデビル。ナンバーズ31アベルズデビル。2体揃っている場合、戦闘を強制しダメージを反射できます。戦闘だけでなく効果破壊にも耐性があるので除去されにくいモンスターです。ナンバーズ54反骨の闘士ライオンハート。戦闘破壊されず、エクシーズ素材を使えば相手だけ、使わなければ互いに戦闘ダメージを受けます。シャイニートマジシャン。ランク1エクシーズモンスターの中でも最も高い守備力を持ちます。戦闘破壊耐性と自身を対象とする効果を無効にする効果を持つので、長いターンに座ることも可能です。お子様。効果が無効になるたび素材が増えていき、素材の数に応じてステータスアップ、破壊耐性、全体除去と効果が増えていきます。無効効果は珍しくないので、維持できれば強力なモンスターになります。ランク1を出しやすいテーマ。ランク1を出すデッキを作る場合に採用できそうなテーマを紹介します。デリカルルスキニア。レベル1、風属性鳥獣族で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマです。高い展開力を誇り、簡単にエクシーズやリンク召喚につなげられます。豊富なサーチや展開手段から、大量の素材で強化したアセンブリーナイチンゲールの連続攻撃でリーサルを狙えます。展開に縛りはつきません。ドライトロン。光属性機械族で統一された儀式召喚が得意なテーマで、レベルではなく攻撃力で儀式召喚するのが最大の特徴。儀式召喚主体のテーマですが、ほとんどがレベル1でエクシーズ召喚も可能です。自分は通常召喚できないモンスターしか特殊召喚できなくなる制約がつきます。ゴーストリック。闇属性で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマで、裏側表示にするのが最大の特徴。メインデッキのモンスターはゴーストリックがフィールドに存在しない場合、表側表示で召喚できず、1ターンに1度裏側守備表示にすることができます。大量展開が得意なテーマではありませんが、相手ターンに手札から特殊召喚するレベル1モンスターが多いため、ランク1エクシーズが可能です。スネークアイ。炎属性で統一されたテーマで、モンスターを永続魔法扱いで魔法トラップゾーンに置くのが最大の特徴。炎属性レベル1モンスターの多くは、自分フィールドの表側表示のカードをコストに、スネークアイモンスターをデッキから特殊召喚できます。炎属性レベル1モンスターに関する効果を持ったカードが多く、これらを中心に展開します。展開に縛りはつきません。ただしエクシーズ召喚しなくても強いため、わざわざ層の薄いランク1を出すメリットはあまりありません。神羅。植物族で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマで、デッキをめくって墓地に送るのが最大の特徴。メインデッキのモンスターは特定の条件でデッキをめくり、植物族モンスターを墓地に送る効果と、めくられて墓地に送られた場合に発動する効果、2つの共通効果を持っています。レベルはばらけていますが、特殊召喚時にレベルを変更できる神羅の姫君スプラウトを使ってエクシーズ召喚を行います。
ただし他のレベルも使えるため、わざわざ層の薄いランク1を出すメリットはあまりありません。一家、水属性植物属で統一されたエクシーズ召喚が得意なテーマで、リリースに関する効果を持つのが最大の特徴。リリースして発動する効果、他のカードがリリースされた時に発動する効果が多く、リリースを絡めて展開を行います。スノードロップはフィールドの植物属モンスターのレベルを任意の一体に合わせる効果を持っており、簡単にエクシーズ召喚につなげられます。効果発動時に植物属しか特殊召喚できなくなる縛りがついています。ただし他のレベルも使えるため、わざわざ層の薄いランク1を出すメリットはあまりありません。ランク1エクシーズを出せるカード、ランク1を出すデッキを作る場合に採用できそうなサポートカードを紹介します。効果発動時に種族や属性の縛りがつかない汎用的なものをピックアップしています。金華病、召喚時に墓地のレベル1モンスターを蘇生でき、自身もレベル1なのですぐにエクシーズ召喚できます。イービルソーン、自身をリリースすることで同盟カード2枚を特殊召喚できます。3枚採用必須で事故の可能性もありますが、墓地リソースを必要としません。クリボルト、フィールドのエクシーズ素材を取り除き、デッキから同盟カードを特殊召喚できます。余った素材を元に追加でエクシーズ召喚可能です。ドットスケーパー、墓地へ送られるか除外されると特殊召喚できます。それぞれデュエル中に一度しか使えませんが、緩い条件で特殊召喚できます。ジェットシンクロン、ビッグワンウォーリアー、手札をコストに特殊召喚できるモンスターです。ジェットシンクロンは墓地から、ビッグワンウォーリアーは手札から特殊召喚できます。レベル1は墓地で発動する効果も多いので、手札コストとして墓地肥やしが可能です。ジェスターコンフィ、自身を特殊召喚できます。発動する効果ではないので効果無効では止まりません。よみがえる、自分フィールドに魔法トラップがない場合、スタンバイフェーズに蘇生できます。速攻性はありませんが、毎ターン安定して素材を用意できます。ティンクル5スター、クリバビロン、クリボー5兄弟を特殊召喚できます。墓地からの蘇生も可能なので、コストを用意できれば毎ターンレベル1モンスターを大量に並べられます。ワンフォーワン、手札コスト1枚でレベル1モンスターを何でも特殊召喚できます。現在制限カードなので1枚しか採用できません。ワンチャン、フィールドにレベル1がいるとき、レベル1モンスターをサーチできます。サーチしたモンスターを召喚しなかった場合、2000ダメージを受けます。以上がランク1汎用エクシーズモンスター、ランク1を出しやすいテーマ、ランク1エクシーズを出せるカードでした。デッキ構築の参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。